シコルスキー S-67 ブラックホーク飛行中の S-67 シコルスキー S-67 ブラックホークはアメリカ合衆国のシコルスキーエアクラフト社の研究開発基金で自主開発された試作攻撃ヘリコプターである。シコルスキー S-61 の動力系統周りと 回転翼を流用したタンデム複座の機体で各種兵装を搭載した攻撃ヘリコプターであると共に完全武装の兵員8名を戦場に輸送できる輸送ヘリコプターとしても設計されておりこれは同時期に開発されたソビエトのみ -24 ハインドと同様の設計思想である試作機の性能は優秀で回転翼航空機として2つの速度世界記録を 樹立したが、航空省でのデモンストレーション飛行中に、墜落炎上する事故を発生させて、テストパイロットが死亡、試作機は全損し計画中止となった。なお、後に、アメリカ陸軍が採用した、シコルスキー UH-60 にも、ブラックホークの愛称があるが、S-67 が、ブラックホークであるのに対し、UH-60 は、ブラックホークである。 アメリカ陸軍は1964年8月1日に新型航空火力支援システム計画の提案要求を発行した。ロッキード社は無関節型ローターを採用した複合ヘリコプターの CL-840 設計案を提出し、シコルスキー社はテールローターが高速になると90度回転して推進式プロペラとなるロータープロップを備える。 s 六十六案を提出した。s 六十六は短い固定翼を備え、出力三千四百 s h p のライカミング t 五十五を搭載しており、速度二百ノットと短時間であれば二百五十ノットを発揮するように設計されている。九百六十五年二月十九日に陸軍はロッキード社とシコルスキー社とさらなる研究開発の契約を結び、 11月3日にフス計画にロッキードシャーンを選定したと発表した。陸軍はロッキードシャーンの方が安価で早期の実現性があり、シコルスキーシーンのロータープロップ方式よりも技術的リスクが小さいと判断した。フス計画の進捗が遅れると、シコルスキー社は当初シコルスキー S-61 の武装系を提案したが、 計画にさらなる遅れが生じると1970年に S-67 ブラックホークと命名した中型の高速攻撃ヘリコプターを開発した。S-67 の開発作業は1969年11月に、製作は翌1970年2月に始まり、同年8月20日に初飛行を行った。S-67 の メインローターとテールローターは5枚ブレードで、メインローターは S-61 からの流用であったが、ハブフェアリングと抗体核を持つブレード先端を持ち、メインローターにはコレクティブピッチの応答性の向上と作動範囲の増加を図った特性の α1 リンク機構を備えるように改良されている。20度の抗体核を持つメインローターブレードの先端は先端マッハ数が高い場合に、 先端の旋回奇跡での変異を生じさせると呼ばれる現象を克服することに貢献している。これらの技術により S-67 は高い最高速度と巡航速度での飛行が可能であった。高速域での効力減少のために主車輪は完全に小翼内のスポンソンに引き込まれ、減速と機動性向上のために小翼公園にスピードブレーキを備えている。 S-67 は、ムービングマップディスプレイ、ハンズオン無線周波数選択装置、暗視装置を備えている。武装は、30mm 機関砲を搭載した、戦術兵装ターレットと16発の BGM-71 と対戦車ミサイル、2.75インチロケット弾、または、AIM-9、サイドワインダーソラ対空ミサイルを搭載することが、できる。エンジンは、 2機のゼネラルエレクトリック T58GE5 ターボシャフトエンジンを搭載している。ベル309キングコブラと共に S-67 ブラックホークは1972年にアメリカ陸軍による一連の評価飛行テストに供された。両機共に R-56 シャヤンの代替機には選定されず、その代わりに陸軍は数年後に R-64 アパッチとなる。 新たな発展型攻撃ヘリコプター計画を策定することに決めた。S-67 は販売促進ツアーの間にロール、スプリット S、ループといった一連の飛行軌道を行ってみせ、その大きさと速度とは裏腹に非常に扱いやすく、便瘍であるとの評判を得た。シコルスキー社のテストパイロットであるカートキャノンとバイロン・グラハムの登場した S-67 は、 1970年12月14日に 3km のコースを時速 348.97km で19日には15から 25km のコースを時速 355.48km で飛行して E-1 クラスで2つの速度世界記録を樹立した。これらの記録は以後8年間更新されなかった。シコルスキー社内の研究開発の一環として 1974年に、元々の通常形式のテールローターの代わりに、ダクテッドファンが S-67 に取り付けられた。ダクテッドファンを備えた機体は、通常形式のテールローターとの比較のために29、飛行時間にわたりテストが行われ、テスト効果中に230マイルパーアワーの速度に達した。1974年8月に、 元のテールローターと垂直尾翼を持つ機体構成に戻された。S-67 の唯一の試作機は1974年9月にファーンボロー国際航空省で低高度の飛行軌道を行っている最中に墜落した。低高度でのロール軌道の最中に水平以下に機種が下がったことで一瞬にして軌道飛行を安全に行う許容高度以下に降下した。 機体は水平状態で地面に激突し、即座に炎上した。シコルスキー社のテストパイロットであるスチュークレーグは衝撃で死亡し、ドーカート・キャノンは負傷が原因で9日後に死亡した。この事故後に S-67 の開発は中止された。出展、イラストレーテッドエンサイクロペディア・オブ・ヘリコプターズ、アタックヘリコプターエヴリエーション。ありがとうございます。